それか、差別化ですね。独立する場合にですね、避けるべき分野とかですね、やめた方がいい分野どこですか？まあ、これリスクテイクしたくない方からのご相談だと思うんですけど、いただくんですよね。やめた方がいい。まあ、そもそも独立やめた方がいいのかと。やめておけとかですね、食えるか不安というような声があります。まあ、当然ながらですね、会社員のように必ず毎月25日にですね、30万円振り込まれるとか、まあ、ある程度仕事をちょっと休んだりしても、ですね、入ってくると、よっぽどのことない限り、日本だと、特に正社員の場合ですね、まあ、4割が今、非正規っていう日本ですけれども、正社員の場合は、首が切れないようになっているので、そこにかまけてですね、生産性っていうのは落ちてるんですけれども、まあ、そういう安心感、まあ、正社員のような安心感はフリーランスにないので、なかなか食えないと、食えるのかどうか怖いっていう人いますよね。まあ、おすすめは週末の企業ですよね。週末でインターネットビジネスで、お金をかけずに、もしくは少額で始めて、週末からやっていくっていうのを僕はおすすめします。